こんにちは、モンチーパンダチャンネルのモーさんです。理科室でとんぼ玉を作ろう。動画ナンバー106をご紹介します。モンチーパンダチャンネルでは番号の色で内容を分けています。それでは A からスタートします。画像の作品を作ります。このパーツを4本使用します。 きなりガラスの C シリーズで作りました。使用した色です。すべてきなりガラスの C シリーズです。パーツの直径は約8.7ミリです。長さは21ミリです。100均の赤粉粘土とオーブン粘土です。赤粉粘土はおすすめしませんが、今回は赤粉粘土を使用します。映像は粘土の量が多いです。 粘土の量が多いこともおすすめしません。パーツを並べます。パーツは8の字もしくはまっすぐに並べてください。粘土はなるべく薄く少なくするのが理想的です。中心が空いている状態で並べました。バーナーの炎でパーツを温めます。ビール缶を使用しての設置方法は、 動画ナンバー赤色の108の C で紹介しています。バーナーは A3 インターナショナルの B8 プロパンガス用です。バーナーの後ろにあるタイマーは5分になっているので注意してください。右上のタイマーを見てください。点火しました。2分30秒経過しました。徐々にカバーをパーツへ近づけていきます。 3分50秒です。少し近づけます。5分30秒です。少しカバーを近づけます。6分30秒です。48センレス棒に C1W 無色透明をつけていきます。7分30秒近くで左のカバーを設置します。1分後8分30秒で少し近づけます。 1>, 1分ごとに5ミリから10ミリ程度カバーを近づけることを基本としています。9分あたりで粘土が膨らみ始めました。積粉粘土をおすすめしない理由は膨らみやすいところです。粘土の量が少なければ膨らみも少ないのですが、今回は粘土の量も多いので膨らみも大きいです。パーツが斜めになってしまいましたが、そのまま続けます。 11分20秒経過、左のカバーを外します。右のカバーを外して、48ステンレス棒をパーツに接続します。パーツの中心にガラスが侵入しないように、ガラスは固めな状態です。パーツ全体を温めてから粘土を外します。鉄板を移動します。 目玉クリップを外します。ラジオペンチを温めて広がったパーツを中心へ寄せます。中心へ寄せました。パーツが動かないようにガラスをつけます。4箇所につけました。C1W 無色透明を乗せます。左官後手で押さえます。 合計4箇所に透明ガラスを乗せました。花びらの上は2ミリから3ミリ程度空いています。今回はこの状態のまま溶かして花びらの先端を尖らせます。全体を溶かしていきます。ガラスが溶けて中心の穴が閉じてきました。さらに溶かすと穴は塞がりました。ピンセットでつまんでガラスを中心へ集めます。 集めたガラスを取り除きます。48ステンレス棒を温めておきます。赤くなった48ステンレス棒を接続したら、反対側の48ステンレス棒を外します。ここで間違えていたことに気がつきます。中心に空気を閉じ込めてしまいました。空気を抜くのを忘れていました。今から空気を抜きます。 タングステンを使います。タングステンについては動画ナンバー赤色の108の E で説明しています。一旦硬い状態にします。タングステンを炎に当てて赤い状態で差し込んでいきます。空気のある位置まで貫通させます。タングステンを赤くしておけば軽い力で差し込めます。 絶対に無理に押し込まないでください。ちなみにタングステンは折りやすい素材です。床に落とすと曲がるのではなく折れますので注意してください。空気の位置まで届いたら炎から出します。上下左右に動かすと穴が広がります。トンネルができます。ガラスが硬いのに穴を無理に広げようとするとタングステンが折れるので 無理はしないでください。空気がある位置まで貫通しました。ここからはタングステンに代わって100均の1000枚同士を使用します。ガラスを柔らかくして穴を広げます。ピンセットでつまんで穴の周りを広げます。コテで周りを広げています。 再び千枚同士で穴を広げます空気があった位置までしっかり広がりましたここからはこの穴を溶かして塞いでいきます下に向ける上に向けるを繰り返しながら溶かします穴が小さくなりましたさらに溶かします 穴はなくなりました。ピンセットで中心へ寄せます。集めたガラスを取り除きます。柔らかくしたらガラス棒を接続します。ここから2分30秒かけて伸ばします。最初の1分間ぐらいは温めです。少し伸ばしますが、形を保ちながら温めます。 1>, 1分を過ぎたあたりから徐々に伸ばしていきます。炎の中に入れたり出したりしながら伸ばしていきます。1分30秒から2分あたりで最も伸ばします。2分3秒で炎から出します。ここからは炎へは戻しません。ガラスはまだ柔らかいので少し引っ張りながらガラスが固まるのを待ちます。 2分30秒あたりでガラスは固まりました。タイルカッターで切ります。パーライトに埋めてゆっくり温度を下げます。1時間後パーライトから取り出します。タイルカッターで切ります。完成したパーツです。花びらの先端が尖っています。 パーツの先端を尖らせます。バーナーは A3 インターナショナルの B10 最新型プロパンガス用です。小さな炎で作業しています。ガラスを伸ばしたら折ります。ガラスを伸ばしたら折ります。最後は溶かして取ります。パーツの先端を尖らせました。タイルカッターで切ります。直径は約7.8ミ、mm、リです。 パーツをガラスの中に入れました。入れ方は動画102、104、105と同じなので、ここでは省略しました。次は B です。パーツの中心が空洞のまま、ステンレス棒を接続する方法をご紹介します。直径約12ミリ、長さ約20ミリのガラスを使用します。 ガラスはキなりガラスの C シリーズです。4本並べました。パーツは8の字もしくはまっすぐに並べます。しかし現在の状態は逆8の字になっています。粘土の上に並べれば逆8の字はすぐに解消されます。では実際の作業に入ります。100均のオーブン粘土です。 きなりガラスの縦横1 5ンチの鉄板の上に乗せます。粘土はなるべく薄く少なくしてください。中心に印をつけてパーツを並べます。パーツに影響しない程度に周りの粘土を取り除きます。パーツの中心は空洞です。アルミ缶の上に鉄板を設置します。 この設置方法は動画ナンバー赤色の108の C で紹介しています。バーナーに点火します。25秒経過しました。カバーを手前に移動します。しかしカバーは最初からこの位置でバーナーに点火しても良かったと思います。2分経過しました。カバーを少し近づけます。 1>, 1分ごとに5ミリから10ミリ程度カバーを近づけることを基本としています。3分経過しました。5ミリ程度内側へカバーを動かします。4分経過しました。右のカバーを5ミリ程度動かしました。この状態で2分間温めます。6分経過しました。 左右のカバーを5ミリ程度内側へ動かします。この状態でしばらく温めます。きなりガラスのステンレスポンテです。直径が25ミリのタイプです。C1W 無色透明を乗せていきます。16分30秒経過しました。右のカバーを内側へ動かします。 17分30秒あたりで左右のカバーを少し内側へ動かします。もうすぐ20分です。カバーを外します。炎を消してから接続します。今回は20分間温めましたが、10分から15分ぐらいの温めでも大丈夫だと思います。パーツの中心にある空洞にガラスが侵入しないように、 ひなりガラスのステンレスポンテを使用して接続しました。中心の空洞を避けて C1W 無色透明を乗せています。透明ガラスを乗せました。こちらの道具を使うと中心が空洞のままで接続が可能です。実際に接続する場合は先端が赤くなるまで熱してください。 こちらの道具も中心が空洞のままで接続が可能です。実際に接続する場合は先端が赤くなるまで熱してください。この3つの道具は動画ナンバー赤色の108の F で紹介しています。C1W 無色透明を溶かして鉄板に押し付けます。円盤ができました。円盤を温めたら蓋をする感じで接続します。 タイルカッターで切ります。溶かしたらピンセットで取り除きます。空気があることを確認します。48ステンレス棒を先端に接続します。反対側のきなりガラスのステンレスポンテを温めたら、炎から出して引っ張ります。ガラスが伸びます。

先ほど紹介したステンレス棒2本で作った道具を接続します。48ステンレス棒を外します。ガラスを取り除きます。空気の位置を確認します。100均の魚の串です。真っ赤にしながら差し込みます。 炎から出して引っ張ります。割ります。タイルカッターで割ります。ペンチやピンセットなどでも割れると思います。貫通しています。こちら側もパーツの中心にガラスが侵入していないことが確認できました。これでパーツの中心が空洞のままで接続する方法を終わります。 同時に動画ナンバー106も終わります。理科室でとんぼ玉を作ろう、モンチーパンダチャンネルのモーさんがお送りしました。ではまたお会いしましょう。